ああいう時ってすごい熱いじゃないですか。10人目の仲間、ワノ国でももしかしたら出てくるんじゃないですか。激アツも激アツだなと思います。はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピースのですね、面白いところっていうか、まあ興奮するポイントいくつもあると思うんですけど、まあ伏線とかももちろんあるんですけど、そうじゃなくてワンピースを読んでてですね、その昔読んでたワンピースのこの表現が今ね、リアルタイムでまた書かれると言った時すごい興奮しません？例えばベラミーですよね。ジャヤで、まあ、ルフィがですね、ワンパンチでこう倒したじゃないですか。でドレスローザ編でまた違った意味合いでですね、次はもう逆の手でルフィがワンパンしたじゃないですか。あそこもですね、明らかに対比してっていうか、同じような状況として書かれてますよね。ああいう時ってすごい熱いじゃないですか。ああいうのはですね、もしも今後描かれたらすごい熱いことになると思うんですよね。それこそ大きな戦いとか終盤に向けて、ワンピース読者がどういったものが一番興奮するかって考えたら、やっぱりその見てきたものがまた違う感じで書かれるというのがあるとすごい熱いと思うんですよね。なのでそれを思考のオマージュとして、原作で読んでたものがまた新たに違う状況で書かれるっていうオマージュをですね、5つこれ書かれたらめちゃくちゃ興奮するなっていうのを選んできましたので、ちょっと発表していきたいと思います。これもね、考えるとマジで寝れないんですよ、楽しくて。なのでぜひ皆さんもこれ最後まで聞いてですね、あのシーンがまたこんな感じで描かれたらめちゃくちゃ興奮しますねっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、まず一つ目ですね。これはですね、ちょっとまあワンピースの麦わらの一味、仲間論みたいなものになってくるんですけど、私の中でですね、その10人目の仲間っていうのは大和説とかまあいろいろあるんですけど、そうじゃなくて、今までルフィが救ってきた人たちとか、今までルフィと関わってきてルフィに好意を持ってる人たちっていうのをもうみんなまとめて10人目の仲間なんじゃないかなと思ってるんですよね。どういうことかと言いますと、大きな戦いがあった時に麦わらの一味がですね、かなりピンチになる。黒ひげと対峙するかわかんないですけど、例えば黒ひげ海賊団と戦って、もうみんなボロボロになって、誰ももう麦わらサイドに戦力がいなくなったというね、もう絶望的な状況が書かれたその瞬間に黒ひげが言うんですよね。お前の仲間はたった9人かよ、もう仲間はいねえなみたいなことを言って、そうすると全世界から駆けつけた今までルフィが助けてくれた人たちが、俺たちが10人目の仲間だっていう風にしてバーッと助けに来るっていう、そういうシーンをですね、僕は期待してる部分があるんですよね。それを思ってのオマージュなんですけども、ドラム島編でですね、チョッパーがドラム上でこうヒルークの旗を折られてね、ルフィがそれをこうギュッと結んで、ほらな折れねえって言ったあのシーンあるじゃないですか。で、あそこの次の場面でワポルがチョッパーに対して、お前に仲間なんかいねえだろみたいなことを言ってですね、その時にルフィが、仲間ならいるさ、俺が仲間だって言って、その旗の場所からですね、ゴムゴムのロケットみたいなものでボーンって突っ込んでいくシーンですよね。あそこあったじゃないですか。ああいった感じで、あれがオマージュされてですね、大きな戦いのそういったもうすごい究極のピンチの場面で、仲間ならいるさ、俺たちが仲間だっていうことで10人目の仲間がバーッとですね、やってくるっていう、そういうオマージュがあるとめちゃくちゃ熱いなと思うんですけども、いかがでしょうか。こんな感じです。面白くないです？なんかね、考えるだけでマジで寝れなくなるんですよ。楽しいんですよね。今まで見たシーンが今後それを踏襲されてですね、描かれるっていうやつですね。はい、二つ目いきたいと思います。二つ目はですね、これはね、ワンピースファンみんなが期待してることだと思うんですけども、ルフィとゾロの関係性って麦わらの一味の中でも特別じゃないですか。最初に出会った二人で最初の仲間っていうこともあって特別なんですよね。なのでその二人の特別な戦いがまたオマージュされて描かれたらいいなっていうことで、それこそね、これもワノ国でももしかしたら出てくるんじゃないかと僕は期待してるんですけども、それがですね、一巻の第6話ですね、モーガンとですね戦った時にルフィがですね、ナイスゾロと言って、ゾロがですね、お安い御用だキャプテンって言った、あそこですね、もうワンピースファン誰もが熱くなった、あの最初にですねビビッとこう来たような戦いだったと思うんですけど、最初にね、あの二人の共闘っていうか、チームワークが見れたかっこいい場面だったんですけど、あそこがオマージュされて、もうワノ国の最後とかでルフィはオロチをゴムゴムのピストルとかでこう倒そうとしてる。でそれをカイドウが後ろで狙ってるんだけど、それはまあルフィは知った上で、ゾロが実はとどめを刺す。でナイスゾロ、お安い御用だキャプテンっていうのがワノ国の最後で描かれても、これめちゃくちゃ熱くないです。もちろん全然新技とかじゃないんですけど、新技であっても、そういった感じをオマージュして書かれるとですね、すごく熱いんじゃないかなと思います。3つ目ですね。これはですね、他の麦わらの一味のセリフをルフィが言ったら、これはこれで熱いなっていうパターンなんですけども、いろんな場面で当てはまるんですよね。他のキャラクターが言ったのをルフィが言ったらかっこいいなって思うのを昨日寝ながらずっと思ってたんですけど、その中でもですね、ビビッときたのがですね、ウソップがミスゴールデンウィークたちと戦ってる時に、ルフィのことをですね、バカにされてっていうか、死んだよっていうことを
言われて、男にはどうしても戦いを避けちゃならねえ時がある、仲間の夢を笑われた時だって言ったこのシーンですね。これをルフィが言うっていうパターンですね。終盤で仲間たちがバタバタですね、麦わらの一味強敵と戦うと思うのでピンチになります。その時にルフィも満身創痍でなかなか力が残ってないんだけども、今のセリフを言うと、仲間たちが倒れてるのを見て相手がバカにしてきた、それを聞いたルフィは仲間の夢を笑われた時だっていうことでブチンと来て、また力が覚醒して一段階また力を発揮してですね、相手に立ち向かっていくと、そういうシーンがあってもね、めちゃくちゃ熱くないですかね。これ熱いんですよね、面白いですよね。はい、こういった感じでですね、皆さんもこのセリフをルフィに言わせたらそれはそれで熱いっていうのがあったらぜひ、書いていってください。4つ目ですね、またこれゾロになるんですけど、ゾロってもうかなり強いじゃないですか。今ミホークと対峙してももしかしたらもうゾロ勝っちゃうんじゃないかっていうぐらい、いい勝負をする位置にも強さとしては高みにいると思うんですけど、そのゾロがですね、最後の相手、ワンピースっていう作品の中で戦う最後の相手ですよね。まあミホークかもしれないんですけど、その相手と戦って勝ってで、もう大剣豪になってるんですよね。その時はもう世間からは大剣豪と言われる位置にいるんですけど、それをもってしてもまたこのセリフを言ってくれると熱いなということで、ミスターワンとですね戦った時に言いました。礼を言う、俺はまだまだ強くなれるっていうこのシーンをですね、このセリフを最後にまた言うっていうオマージュがあると、これはこれで面白いですよね。ゾロの飽くなき欲と言いますか、強みは限度がないと思いますので、ゾロはそれを知ってて大剣豪と言われてもなお自分はまだまだ強くなろうとしてるですね、その一面が描かれるとすごく胸に込み上げてくるものがありますよね。こういったね、自分のまあ役職とかね、自分の力に自信を持ってるとまだまだ高みを目指してるシーンっていうのが、ルフィが海賊王になる段階で描かれると熱いですよね。例えば波がですね、この船の航海士は誰とかいうシーンあって、まあ、ワンピースの中で名台詞になってますけども、それが本当に終盤ですよね。ラフテルに行く時とかにすごいね、霧の中を行くとか嵐の中を行かなきゃいけないってなって、それをまた波が言うとかね、ウソップがね狙撃手として活躍するとか、ロビンが考古学者として活躍するとかですね、そういった仲間のまあ思いとか役割が乗っかった場面がですね、またオマージュされて書かれると熱いですよね。はい、最後ですね、もうこれ王道だと思うんですよ。そして私の中では結構少年漫画としてもうこれ描かれるんじゃないかと思ってるんですけど、それがですね、もう第1話ですね、シャンクスがルフィに言ったこの帽子をお前に預ける、これですね。これをルフィが次世代の子供に預けると、これがね、桃之助なのか、それとも今後出てくる子供のキャラクターなのか、それともはたまた全然知らないですね、港町の少年なのか分かんないんですけども、自分の意思を、まあ、ルフィで完結させるんじゃなくて、どんどん受け継いでいかせるっていう意味で、ルフィも体温のあるシャンクスからもらった麦わら帽子をシャンクスに返すんじゃなくて、次の世代に渡してくるっていうですね、このパターンもまあわりかし王道だと思うんですよね。少年漫画としては次に繋ぐっていう意味でドラゴンボールみたいな感じですよね。王道だと思いますので、このセリフがですね、またオマージュされて、大人になっためちゃくちゃかっこいいルフィがあの場面をこうパサッとやるって、ね、いうシーンあると、もう激アツも激アツだなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。今まで描かれた場面が今後オマージュされて書かれるとめちゃくちゃ熱いオマージュ5歳でした。皆さんがですね、好きなシーンとかを今思い浮かべてください。それをですね、今後ルフィが言ったり同じキャラクターが違う場面で言ったりすると、これめちゃくちゃ熱いんですよね。はい、なのでそういうのもですね、ぜひ書いていってください。でこのチャンネルではですね、ワンピースの細かい発見とか最新話の感想ライブ、そして考察などいろいろ上げておりますので、ぜひワンピースがお好きな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。じゃあね。